日産 SR エンジン SR エンジンとは日産自動車の自動車用直列4気筒ガソリンエンジンである。現在は排出ガス規制等の関係で後継の QR エンジンへと切り替わっている CA エンジンの後継機として開発された日産の2リッタークラスの代表的な DOHC16 バルブエンジンで1989年10月に U12 型ブルーバードへ初搭載されたのを皮切りに、その後長きにわたり、駆動方式にとらわれず様々な車種に搭載された、非常に汎用性の高いエンジンである。ヘッドやブロックはアルミニウムダイカスト製で、軽量コンパクトな設計思想が活かされていた。カムシャフトの駆動方式は、CA エンジンはタイミングベルトであったが、当エンジンではタイミングチェーンとされた。その他、 Y 字型ロッカーアームという SR エンジン独特の特徴を持っている。アルミニウム製エンジンにしては強度があり、構造が比較的単純で手を加えやすいことから、チューニングベースとしても優秀で広く使われている。しかし、登場初期はロッカーアームが脱落しやすい、アルミブロックの強度が中鉄ブロックに比べると低いなどの問題を抱えていたことや、同時期の日産車には、 スカイライン GT-R 搭載の中鉄ブロックエンジンだった RB26Z がチューニング業界で幅を効かせていたこともあり、チューニングベースとしてはほとんど考えられなかった。基本的に FF フロントエンジンフロントドライブ前輪駆動車用に設計された横置きエンジンであり、FF 車用 SR 型エンジンと FR フロントエンジンリアドライブ、 後輪駆動車用 SR 型エンジン縦置きは、エンジンブロック等の細部が異なっている。後継の QR エンジンが、実用性重視のエンジンであったことから、スポーツ仕様の一部で、平成12年排ガス規制に適合させたものの、続く17年規制には適合させられなかったなどから、生産を終了した。なお、SR エンジンの名称は、 シンプルレイウトの頭文字を取ったものであるとされる。各、スペックデータは、括弧内の車両のデータを示す、1596cc、DOHC16 バルブ、自然吸気、なモデル。可変バルブタイミングリフト機構ネオ VVL を搭載しており、175馬力の標準型、通称青ヘッドと N1 耐久レース参加を視野に入れた200馬力の、 ファインチューニング型、通称赤ヘッドが存在する。組み合わされるトランスミッションは5速マニュアルシフトのみ。1838cc、DOHC16 バルブ、自然吸気モデル。シングルポイントインジェクション。ヘッドカバーの色はシルバー。1838cc、DOHC16 バルブ、自然吸気。マルチポイントインジェクション。 ヘッドカバーの色は、シルバーとシャンパンゴールドが存在する。1998ccDOHC16 バルブ、自然吸気、マルチポイントインジェクション、可変バルブタイミング機構 NVCS を追加した機種も存在する。1990年代から2000年代初期の多くの日産ミドルクラスの心臓部に搭載されたエンジンである。ヘッドカバーの色は、シルバー。 シャンパンゴールド、ワインレッド、ブラック、ブルー、NVCS 仕様のみ等が純正パーツとして存在する。1998cc、DOHC16 バルブ、自然吸気モデル。マルチポイントインジェクション。ヘッドカバーの色は、シルバー、ワインレッド、SR20 でをベースに、オーテックジャパンが改良を加えたエンジンで圧縮比アップや、 バルブタイミングの変更改良、専用フロントチューブ及び専用コントロールユニットを採用していた。専用、エキゾーストマニホールドを持つ180馬力版が、P10 プリメーラに、SR20 でと共通のエキゾーストマニホールドを持つ175馬力版が、b 1 4ルキノと N15 パルサンセリエ、ルキノハッチに、それぞれ通された。 組み合わされるトランスミッションは5速マニュアルシフトのみ。S15 シルビア、オーテックバージョンには200馬力版、6速、マニュアルシフトの改良が施された。1998cc、DOHC16 バルブシングルターボ、PS13 シルビア中期から、後期、RPS13.180、SX 中期型搭載の1型、赤ヘッド、大型改良を受けた。 RPS13.180SX 中期から、後期型搭載の2型、イコークロヘッド、可変バルブタイミング機構、NVCS が追加された S14 シルビア搭載の3型、マイナーチェンジ程度の変更をされた4型の他に、RNN14 パルサー GTR 用の、スペシャルタイプ、2型改め、文字なし赤ヘッドも存在する。1998cc。 DOHC16 バルブ、自然吸気、ネオ VVL 搭載モデル。トランスミッションの組み合わせは、190馬力版が CVT、ハイパー CVTM6 のみ、204馬力版が6速、マニュアルシフトのみ。1998cc、DOHC16 バルブシングルターボ搭載モデル。ネオ VVL を採用した。 下級機付きエンジンで SR エンジン史上最高のスペックを誇る。下級機付き SR エンジンとしては唯一平成12年、ハイガス規制に適合、T30X トレイルのみに搭載された。FF 用と FR 用では細部に違いが見られる。このため、同形式ではあっても FF 車用の SR 型、エンジン本体をシルビア 180SX などの FR 車にそのまま、 搭載はできず、多くの加工と専用部品が必要で、逆も同様である。FR 車用 SR 型縦置きエンジンは事実上、シルビア 180SX セレナ専用エンジンであり、多くの専用パーツが使われていたことから、FF 車用とは別ラインで生産されていた。FR 車用の SR20 ベ経営エンジンが、メーカーである日産の手で設定されなかったのは、 コストがかかる一方で、スポーツカー全体の市場規模が縮小傾向だったことから、開発コストの回収が見込めないと判断したためと推測される。SR20 で及び SR20 デッドは、複数回にわたり、モデルチェンジが行われているが、S14 シルビアンに搭載された機種以降は、大幅な仕様変更を受けており、シリンダーヘッド側が大きく変化している。具体的には、 NVCS が追加され、吸気ポートの位置が下側に移動し、ローポート化されている。ローポート化によって、吸気効率が悪化しているが、NVCS により、燃費の改善と出力の向上が図られている。SR20D については、オーテックジャパンが改良を施した特別仕様、オーテックバージョンが存在し、通常の SR20D よりも性能が上がっている。 SR エンジンの中には、非公式に SR22 デッドや SR22 デと呼ばれるエンジンが存在する。これらは、日産自動車から正式にリリースされたエンジンではなく、SR20 デッドや SR20 デにボアアップを施し、排気量が2.2リッター相当にアップされたチューニングエンジンである。大抵は専用のピストン、コネクティングロッド、クランクシャフトを組み込んだものであり、 これらのパーツを組み合わせたキットが様々なアフターパーツメーカーからリリースされているほか、すでに組み込んで完成したエンジンを販売しているところもある。排気量2.2リッターの一般販売向けコンプリートエンジンとして透明パード製のものが知られている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。